はい、ただいま1月25日の朝9時55分です。
とりあえずね、今日は、これで終わりたいと思います。一応ですね、今回は、寒波、あの最強寒波がね、来てますんで、この最強寒波の動画だけね、とりあえず今から出したいと思う、あのアップロードをね、したいと思います。まあそのリアルタイムにね、ちょっとあの最強寒波だあのどんな様子かっていうのをね、お伝えできるかと思いましたんで、もうそのようにさせていただきます。でまあこれまで通りちょっとあの1月第1週と第2週の分のねやつはちゃんとまとめて英語と日本語でね、やりたいと思いますが、今回はちょっとスピード重視であの、まあそういうテロップを入れたりせずにね、あのリアルタイムに出したいと思います。まあ言ってもね、今日の感想としてはもうあの雪自体はそれほどでもないというか、まあね、今シーズンの中では結構降った方だなと思うんですが、まあこれぐらい降る時なんて結構あの毎年ね、あのザラにありますし、まあ最強寒波っていうほどでもないのかなとは思いつつもですね、たまにものすごい風が吹いてですね、顔にあの雪がビリャーって当たった時にあの冷たいなっていうのがねありました。はい、ということで、以上でございます。あの今日はね、実はあの深夜から朝からですね、朝午前2時、まあ暗いうちですね、午前2時からね、あの除雪のこう出動に行きまして、まあ私は今回は助手だったんで、でしたか。でそこから帰ってきて朝ごはん食べてから、今の作業をしております。で午後はね、ちょっと商工会議所でちょっとあの SNS セミナーというのをね、あのやることになってまして、なのでですね、あのもう早く終わりたいと思います。ということで最後にご視聴いただきましてありがとうございました。はい、終了時刻は、11時27分でした。